まずは悪い例でアンダーオーバーを出します。今回はアンダーオーバーを出さずに速く走るグリップ練習法の紹介です。そんなに強いブレーキ踏まないんですよね。お客さんの RX エクチョでグリップの基礎練のやり方をラリードライバーの私踏みっぱが実演しています。よくありがちなのがブレーキを強く踏みながらステアリングを同時に切ってアンダーを出してしまうと、減速から旋回に持ってって加速、減速旋回加速、減速旋回加速でリアも出ないじゃないですか。こういう感じでやるといいんですよね。スムーズで逆回りも行ってみます。この練習でアクセル、ステアリング、ブレーキをどのようにやれば車が曲がるかっていうのを学習できます。加速、減速、旋回の加速、減速、旋回の加速、減速、旋回、加速、こういう感じですね。まあだけどブレーキが一番難しいですからね。そうですよね。止まればいいだけじゃないっていう。そう。荷重移動のなんかこの抜き差し加減が。そう。荷重移動はやりすぎも良くないんですよね。あのちょうどいいのがいいんですよ。足りないのもダメなんだけど、はい、ありすぎも結局遅くなっちゃうから良くないんですよね。タイヤのどこにどういう感じで荷重をかけるかでまた旋回性能とか加速性能とか変わってくるんで、そこをうまいこと見つけながら走るとまああんな感じで。じゃあ8の字行ってみます。オーバルができるようになったら次は8の字です。で左右差があるんでオーバルも8の字も両方した方がいいです。脱出で早くアクセルを開け始めてしまうことによるオーバーっていうのもありがちな悪い例です。なので挙動を乱さず最速で走るようにこちらも練習していきます。当然こっちの方が難しいです。あんまり見てるとね難しく見えないかもしれないんですけど、で挙動をわざと乱すんだったら次やってみます。こういう運転がまあありがちですね。ここでよりもっとひどい運転がまあありがちですね。挙動を乱すんだったらこういう感じですね。乱す必要があることってあるんですか？ないですね。ただそういう状況になってもコントロールできるっていう。なるほど、ね、きついコーナーの立ち上がりとかリアが出た時も慌てないでコントロールできるようになるっていう。そうですね。はい、十分これで練習できますよ。もし次やるんだったら C とかそう C とかステアリング、要はシートポジションがちゃんと取れるんだったら変えなくてもいいですけど、取れにくいんだったらどっちか変えた方がいいですね。最後までご視聴ありがとうございました。ご参加お待ちしております。